バルバラ・ゴンザーガは、マントバコ・ールドビーコ3世・ゴンザーガとその妻で、ブランデンブルク・クルムバッハ編強ヨハンの娘である、バルバラの間の娘で、ビュルテンベルク公エーバーハルト一世の日。バルバラの長兄フェデリコ一世は、母親がドイツ出身ということで妹をドイツの諸公と結婚させようと考え、千四百七十四年に、バルバラをビュルテンベルク・ラッハハハクエーバーハルト五世と、 結婚させた。エーバー・ハルト・モセイは1482年にビュルテンベルク伯領を統一させ、1495年には初代ビュルテンベルク公となった。バルバラは結婚後も、キョウリと実家の家族を懐かしんだ。絶望し続けたキョウリへの帰還は、夫が亡くなった1496年以後も実現しなかった。夫との間に生まれた一人娘バルバラは、生後2ヶ月で亡くなっている。 バルバラは夫に対して全く影響力を持つことはなかったものの、この結婚により、イタリアルネサンスの人文主義や文化がビュルテンベルクにもたらされた。夫エイバーハルトはバルバラに刺激を受け、熱烈なイタリア文化の崇拝者となった。バルバラは死後、キルヒハイムのドミニコ会女子修道院に埋葬された。しかしこの女子修道院が1537年に取り壊された時に、 彼女の意外は行方不明になった。ありがとうございます。